夢の種放送局の番組をお聞きいただきありがとうございます。新型コロナウイルス感染症予防のため、収録スタジオではなくパーソナリティの自宅にて収録をいただいております。そのため音声音質に乱れがある場合がございますので、ご了承ください。さあ、今日もやってまいりました、吉原亜美のラジオのお時間。今から30分ほどね、お付き合いいただくことになりますが、今日はコミュニケーションというところで、まず一つ、質問がうまくできない人がうまく質問をしながら会話をスムーズに進める方法、そしてもう一つは、褒めるっていうことが苦手な方がどうやって褒めたらいいのかっていうところをね、お伝えしていこうと思います。でね、私がお伝えしているコミュニケーションっていうのは、コミュニケーションスキルではないです。マインドの部分をお伝えしているんですが、人は生まれた時に人運、人の運気というものを持って生まれてきます。で、この人運はね、自分のコミュニケーションやあり方次第でいくらでも引き寄せることができるんです。で、たくさん引き寄せることができるのに、コミュニケーションが取れなくって、マインドがちょっと微妙にずれてて、なかなか人運を引き寄せれていないという人も圧倒的に多いのが現代です。やっぱりアフターコロナという世界に向かっていってる中で、ものすごく大事になってくるのが人との関係性っていうところで、その人といい関係が結べてて、何でも理解し合えて一緒に協力がしていける、そんな世界を作っていくのか、いつもいがみ合っていて顔色をうかがいながら、なんとなく薄い人間関係を続けていくのかってなっていくと、前者の一緒にやっていこうっていう方がアフターコロナには向いているんです。で、宇宙の流れもみんなでとかコラボ共存共和っていうところに走っていっているので、そこからずれてる人はね、宇宙のエネルギーすらいただけないという、そんな感じになっています。で、やっぱり人との関係性を結ぶってなると、無言で24時間いても関係性って結べないんですよね。であれば、コミュニケーションっていうものは最も重要になってくるだろうという、そんな考えで開運コミュニケーションというものをお伝えしていっております。で、今日のね、この質問がうまくできない人がなんでできないのか、で、そしてそれができるようになると会話がスムーズに流れ出すよっていうところなんですが、基本的に人に質問をしようっていう時にね、やっちゃってないですかね。お仕事は何をされてるんですか？休日はどんな風に過ごされてるんですか？趣味は？好きな食べ物は？どんなことに興味があるんですか？みたいな感じで、なんかこう次々と質問をしてしまってね、相手を疲れさせてしまっているという方がいらっしゃるんです。で、これはね、私も昔やったことがある。なんかまだあんまり女子会とか異業種交流会みたいなものに出たことがなかった時に、まあ、名刺交換をしますよね。そうするともう名刺をじーっと眺めながら、何かこの人に質問をして会話を広げなきゃっていうことに必死だったんです。で、結局名前がちょっと変わってたら、こうちょっと個性的なお名前ですよねとかいうところから入って、仕事は何をしているのか、どんな思いでやってるのか、休みの日は何をしてるのか、どんな食べ物が好きなのか、今ハマっていることはないのかみたいなね、本当尋問っていうものをやってました。そうすると相手さんは一応答えてはくれます。仕事はこんなことをしてて、休日はこんなことをしてて、趣味はこんなことで、みたいなことを言ってくれるんだけれども、私の印象っていうものは、その人にとってはね、やたら質問してきはった人みたいな印象なんです。で、まあ、ある意味印象が残るっていうのはないよりはいいかもしれない。でもありきたりな質問しかしてないから、じゃあ吉原亜美さんってどの人だったってなっても、顔すら出てこないっていうこともあるんです。あんなにたくさん頑張って質問したのに覚えてくれてないんや、みたいになったりとかしました。で、やっぱりそこからね、学んだことが一つあって、質問は尋問をするんじゃなくって、遠回しにちょっとずつやるっていうとこなんです。
で、このちょっとずつが味噌でね、ちょっとずつ外堀から埋めていく感じにするのと、もう一つは相手がコミュニケーション苦手な人かもしれないっていうことを考えると、回答に困るような質問はしないということを意識してるんです。例えばね、私は休日によく日帰りドライブに行くんです。で、お花を見たりとか、現地の美味しい食べ物を食べたり、あとお寺が大好きなので、よくお寺の参拝にも行ったりします。ところで、あなたはどんな休日を過ごされているんですか、みたいな感じで、こんな丁寧に言わないけどね、でもそんな感じで質問をするんです。そうすると、あなたはどうなのって言われたことに対して、私の回答ありますよね。ドライブに行って神社参拝したり、お寺の参拝したり、お花を見たり、おいしいものを食べたりっていう回答例があるので、その人もそれに近い回答をしようとしてくれるんです。そうすると、私はカフェに行くのが好きで、お友達と休みの日はカフェによく行ってます。そこでおいしいものを食べたり、新しいカフェを発見したり、ある時は本を持って行って一人でゆっくりと本を読んでいますと、そんな話になっていきます。そうしたら今度は、どんな本を読まれるんですか、私は本はあんまり読まないんですね、だけど本を読まれる方って翔さんすごいなって思うんです、例えばおすすめの本ってありますか、みたいな形で本に食いついて話を広げていく。もしくはカフェ巡りが好きとおっしゃっているんだから、わあそうなんですかって、今までどんなカフェに行かれたのとか、どこかおすすめのカフェってありますか、私あんまりカフェって知らないんですよね、どこかおすすめがあったら教えてください、みたいなことを言うと、もうお気に入りのカフェの話を散々してくれるっていう、そんな感じで、いつもお伝えしてますが、人は自分が最も興味を持っていることを喋れると大満足されるんです。そうすると、私はそれに対して、そうなんだ、そうなんだ、へーほーふーんって聞いていくことになるので、相手は気持ちよく大好きなカフェ、大好きな本の話ができるという、そんな感じなんです。で、やっぱりね、この相手が気持ちよく会話ができる空間を作っていくっていうことがすっごく大事で、そうすると相手は穏やかな状態、心がざわざわせずに穏やかにお話ができたり、テンションが高くなって楽しいっていう気持ちで喋ってくれる、そういう空間を提供できて、その空間に一緒に入れることが人運を引き寄せるポイントって言っても過言ではないんです。相手がね、あ、なんて答えたらいいんだろう、どんな回答したらいいんだろうって迷うような質問をしてしまうと、相手の心ってざわざわしますよね。そうすると人運っていうのはその場から立ち去っていくって思ってもらってもいいです。で、お話自体はね、イメージでいくとキャッチボールってよく言われるじゃないですか。一方的に誰かが喋り続けるんじゃなく、お互いキャッチボールをするようにポンポンとボールを投げ合えると会話ってうまくいきますよっていうのありますよね。ただね、私はこれちょっと違うなと思ってて、キャッチボールはどっちかだけが一方的に投げて、どっちかは一方的に受けるっていうものでも成立するんです。それは相手が自分のことを喋りたい人だったら、ガンガンボール投げてもらって、こっちはガンガン受け取ればいいんです。だけど受け取った後ボールは一応返さないと相手が投げれないから、相手が投げた会話に対して食いついてボールを返すという、そんな感じなんです。でも逆の人もいててね、話を聞くのが好きなんですっていう人もいます。そういう時は私が会話の主導権を握ってるようにボールを投げていくんだけれども、相手が心地よく受け取って心地よくボールを投げ返せるような、質問しやすいような話を投げていくという、で結果気づけば相手が喋っているという状況に持ち込むんです。でこれがさっき言ってたやつでね、私は日帰りドライブに行ってお花を見たり、美味しい食べ物を食べたり、
お寺が好きなのでお寺の参拝をよくしています。あなたはどうですかっていうところで、まず私が喋っている、ボールを投げました。じゃあ相手がまず受け取ります。で、受け取ったらなんて答えたらいいのかっていう例題も私喋ってるので、相手もボールを返しやすくなります。だ、おしゃべりが本当に好きな人だと、もうボール私が投げる前から喋ってるっていう感じなんだけど、おしゃべりが苦手な方に対しては軽くポーンってボールを投げてあげる。そうすると相手は軽く受け取ることができて、そして自分の回答として軽く返してくる。でも私はそれに対して、へえ、おいしいカフェがあるんですね、場所を教えてもらえますかってまたゆるーくボールを投げるので、相手もまたゆるーく返してくる。このゆるーく投げやり、投げ合いをするキャッチボールっていうのが、おしゃべりが苦手な方にとってはすごく心地いい空間だったりします。そして、まあ、そんな会話が続いていってる中で、ちょっと踏み込んだ質問をしていくっていう感じなの。じゃあカフェがそんなに好きならカフェのお仕事とかも合ってたかもしれないですよね、ちなみに今はどんなお仕事されてるんですかって返すと、相手はこんな仕事をしていて、なるほど、そういう仕事をされてたんですか、なんでそんな仕事をするっていうきっかけになったんですかみたいな、ちょっと深く入ったところを伝えていくっていう、そんな感じなんです。急に剛速球を投げられたところで相手は受け取れないんですよね。質問事項っていうのは、一定に淡々と、あれなんだっけ、野球のさ、打ちっぱなし場みたいなところでボールがポン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 投げられてきて、こっちがガン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 打っていくっていうだけの感覚じゃなく、あのボールを投げてくる機械が、喋り手、聞き手さんのね、センスを読み取って、この人打つの得意、この人打つの苦手っていうのを見分けてて、さらに緩いボールが好きなのか剛速球が好きなのかっていうのを見分けていくっていう、そんな感じなんです。わかるかなこれ。やっぱりね、質問はね、ズバーンといきなりやるとか淡々と質問していくっていうよりは、ちょっとずつ外堀から埋めていく、そして回答例も一緒にお伝えして、相手も質問しやすいように、相手が質問に答えやすいような空間を作り上げるっていう、そんな感じなんです。そしてじゃあこのね、質問はまあ私うまくできますと、だけど褒めるっていうところがちょっと苦手なんですよねっていう方もやっぱりいらっしゃるんです。そして褒めるっていうところでいくとね、なんかね、褒められても受け取ることができないっていう方とかもいらっしゃいます。で、やっぱり自分が褒めることを受け取りにくい人っていうのは、誰かから褒められた時に、自分が褒められて受け取るのが苦手な人は、人を褒めることが苦手です。これはね、法則としてあるんですよ。でも受け取るのが上手な人って褒めるのもすっごい上手だったりする。で、この褒めるっていうところでいくとね、人は褒められて嫌な気持ちになることってまずないんです。ないんだけど、受け取るにはちょっとこっぱずかしくって、いやいやそんなことないですっていう感じになっちゃう人。もしくはもうストレートに褒められたら、わあ嬉しい、ありがとうございますっていう人もいます。でも結局人をから褒められるっていうのって、嫌な気は絶対してないんですよ。でもラジオ聞いてくださってる中でね、いやまあ私はけなしてけなしてけなしてけなされた方が好きなんですっていう人がいたら連絡ちょうだい。でもきっとけなしてっていうよりは、褒められていいとこを見つけていただいて、それを伝えてくれた方がよっしゃ頑張ろうっていう気持ちになっていってるはずなんです。で、ちなみにけなしてけなしてけなされた方が得意です、私追い詰められた方ができるんですって言ってる人って、私がよくお伝えしている1の時代の感覚を持ってる方なんです。で、1の時代の人っていうのは、忍耐我慢努力みたいなのを美徳と思っている方たちなので、2の時代のこれからの時代の感覚とちょっとズレがあるんです。で、そこにね、気づいても欲しいなとは思うんだけど、まあ、ちょっと話を戻して、
まあ、その褒め方っていうところでいくとね、私がまあ昔やった失敗からいくと、あのね、そのアクセサリーかわいいですねとか、わあかわいいピアスされてますねとか、こうよく外見でまずは褒めてた時期があったんです。でもね、これよくよく考えるとみんながやってることなんですよね。アクセサリー、お洋服、ネクタイ、あとなんだ髪型、そしてスタイルがいいとか笑顔がいいとかっていう部分って褒められて嫌な気はしないんだけど、それはみんながやってることやから、あ、また同じこと言われたわっていう感覚になりがちです。でね、これね、なんかの女子会の時にねやっちゃったのよ。あのすっごい個性的なピアスをされてて、私のタイプだったの、それがもうドンピシャの好みのピアスで、わ、そのピアス本当素敵ですよねみたいなことを言った時に、お相手がね、あ、ありがとうございます、よく言われるんですって言われました。よく言われるっていうことは、私は私の感性で褒めたんだけど、相手からすると一般的なことであって、まあ、格別嬉しいわけでもなく、あ、よく言われるのよっていう感覚になっちゃってたんですよね。で、そうするとね、もう会話がシーンってなってしまって、もうそれ以上なんか要質問せんって思ってその場を立ち去ったっていう経験があります。で、その方とは結局その会それっきりかな、フェイスブックではつながってるけど特にコメントもし合わず何の反応もしないっていう感じになっちゃったっていう、そんな感じだったんですけど、これはね、どこを褒めたらいいかっていうと、ご本人に関係する事柄、出来事なんかも結構使えたりとかするんです。例えばね、あなたが誰かと初めましてでご飯に行く約束をしました。じゃあその時に相手が予約をしてくれたとします。じゃあその予約をしてくれたお店のことを褒める。だって一生懸命探してくれたんよ、食べログとかグルナビとかを使ってね、吉原さんどこがいいかなっていうのをすごいこう意識しながらいろいろ探してくれたかもしれない。じゃあそうやって一生懸命探したお店に対して、私がわあすごい雰囲気のいいお店とか、あ、なんておしゃれなお店なんだろう、ありがとうございますとか、そのお店のことを褒めるイコールその人のことを褒めてることになるんです。もしくはその方がお料理も一応決めといてくれたとします。まあ、基礎コースだけ決めてくれてて、あとは好きなものをオーダーしましょうみたいなことを言われたとしても、基礎コースの中で出てくるお料理を褒めることによってその人を褒めてるのと同じことになるんです。一生懸命選んでくれたと思う、好き嫌いないかなとか、お腹どのぐらい食べはる人なんかなとか、予算どのぐらいだろう、一応4000円ぐらいって言ってたけどこれは高いのかな安いのかな、どうしたらいいか分かんないからとりあえず基礎コースにしとこうみたいになってたかもしれない。じゃあその一生懸命選んでくださったお料理で、わあこれすごい美味しいですよねって、どうやって作ってるんだろうとか、出てきたお料理の盛り付けを見て、わあかわいい、夏らしいですよねとかで、お料理褒めるだけで相手さんは、はあよかった、気に入ってくれはったっていう感情になったりとかするんですよね。で、例えば、まあ、お友達のお家に行った時も、あ、そしてあれ、あのフリーランスの方とかもね、会社に訪問されたりとかあると思います。事務所に行ったりとかね。で、会社員さんでも営業の方だとその相手の会社に行ってお茶を出していただくとかありますよね。そうなった時にお湯飲みを褒めてみるとか、ティーカップを褒める、その時のお茶菓子のお皿を褒めるとか、もしくは出てきたお茶菓子ももちろん OK で、その事務所の雰囲気、インテリアなんかも褒めるっていうことに付け加えていただくと、その人を褒めてることになるんです。分かんないよ、それ安いお茶出してはるかもしれへん、だけど一生懸命入れてくれてるはずなのよ。お湯ジャーって入れてブンブンブンって、あの急須を振ってさ、ジャーって入れてるかもしれない。でも出してくださったお茶に対してやっぱり喉は潤すことはできるから、わあお茶が美味しいです、喉乾いてたんですっていう一言が言えると、適当に入れたお茶だったけどそんだけ喜んでくれたんだったらよかったみたいな感じになったりとかね、あります。で、これはね、実際私が
あった話なんです。なんかあの会社にね、打ち合わせでお伺いした時に、真夏でも喉乾いててどうしようかなと思ったけど、自販機もなく喉カラッカラのまんま事務所に到着しちゃってね。でもそのまま待合室みたいなとこに案内していただいたら、氷を入れてくださってた冷たい麦茶だったかな、なんかお茶を出してくださったんです。もう私それね、一気飲みしたい衝動に駆られて、持ってきてくださった方が外に出た瞬間一気飲みしたんですそうしたら本当に美味しくって、もなんて美味しい麦茶なんだろう、麦茶なんだろうって思って、でまああの係の方が来られた時にね、お茶が本当に美味しくて、もう今日暑かったから喉乾いてたんで感動しましたみたいな話をしてたら、いやもうそんないいお茶じゃないんですよって、おかわりいりますみたいなところから、なんかこうふっと距離感が近くなって、すごくいいお話ができたっていう経験があります。でやっぱりね、褒めるってなると皆さん代替されるのが外見の部分なんですよね。でたまにそこ褒めるんっていう意外な箇所を褒めてくる人もいます。で渡していくとね、声を褒めてくださる方が現れるんですよね。で自分でまあアニメみたいな声って思ってるので、なんかそのネロ綺麗な声とはまた種類が違うってずっと思い込んでてね。で昔東京に行った時に、なんかマクドナルドかどっかで休憩を取ってたら、隣にいたおじちゃんみたいな人が名刺を出してきて、実はアニメのその声優さんみたいなものを探してるんですと。で今回は一般から探すっていうことになってて、あなたの声がうちのキャラクターにぴったりなんですって、ぜひお願いしたいみたいに言ってくださって、えちなみにキャラクターってどんなのですかって見たら、なんかあくまで想像のキャラクターで、ちょっとポテッとしてぬぼーっとした、まあブサカワみたいな感じのキャラクターでね、おっとこれの声に私はぴったりなのかっていう体験をしてたので、声はねあんまり自分では好きではなかったです。でまあそんなこと言いながらね、こうやってラジオとか司会のお仕事をさせていただいたりもしているんですが、声にものすごい自信があるかっていうと正直ないです。ないのに、あみちゃんの声っていいよねって言ってくれる人がいるんです。初めてお会いした時に、吉原さんインスタライブ見てたんですけど声ものすごいいいですよねって言ってくれる。もうね、そんなん言われたら私その人のこと大好きになるもん。ほんまですかってなって、うわありがとうございますって、私本当に声は自信がなくって、やって言いながら司会の仕事とかもさせていただくんだけどって言って、またマクドナルドの話するんよ。こういうキャラクターにねぴったりって言われたことがあって、ちょっとトラウマだったんですよねみたいな話を延々20分ぐらいやってるので、その人はふん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 ニコニコ聞いてくれて、そうなんだって、でも私はアミさんの声すごく好きです、なんか癒されるし気持ちがなんかこう落ち着くしほっこりするわって言ってくれた日には、もうあなたの召使いにしてくださいぐらいの感じ。わかるこれ。でね、自分でちょっと苦手だなって思ってる場所とかが褒められると、あれいけるんやこれみたいな感じになるっていう、そんなね人間の習性というか感覚っていうものがあったりもするんですよね。で実際私も、ミスコンとかの指導をさせていただいた時にね、口元にほくろがある人がいたんです。で私はほくろが欲しくて、昔よくアイブロウで口元にねわざとほくろを描いてたぐらいの人だったので、いいなそのほくろ、めっちゃ色っぽいよねっていう話になってね、そしたらその人はそのほくろが大嫌いだったらしいの。もうこのほくろがあるがためにいつもなんか食べかすがついてるかのようなことを言われるんだって。ノリついてるよとか言われるらしくて、もうそれが嫌で嫌で仕方なくって、ほくろの手術がしたいまで思ってたらしいんです。でも私からするとそのほくろはもうものすごい色っぽく見えて、なんてつやめかしい口元っていう、そんな感じなの。そんな取るなんてとんでもない、取るんだったら私にくっつけてみたいな話をしてたら、その後その人から LINE をいただいて、亜美先生がほくろのことを褒めてくださった。それで私ものすごい自信がついたんです。
今まで嫌なほくろだなって思ってたけど、このほくろが私の武器になるんだって思ったんですみたいな感じになってくれてね、わあよかった言ってみたいなとこだったんだけど、本当にそのほくろ一つ、まあ、その人のトラウマとか嫌だなと思ってる部分が見つけれたら、そこを褒める肯定していくっていうこともできるといいと思うんだけど、ちょっと上級すぎるかもしれない。なので、まあ、開運コミュニケーションの初心者コースとしては、相手に関連することを褒めるっていうこともやってみてほしいなっていうふうに思っております。でこれはね、多分できると思うわ。お料理とか出してくれたお茶とか、その人がなんか持ってきてくれた、買ってきてくれたお菓子とかね、なんかそういうのとかもちゃんとしっかり、わあ美味しそうだけで終わらさず、何がどう美味しそうなのか、何がどうおしゃれに見えるのかっていう、どうっていうところまで言えた時には、相手はものすごく喜んでくださる。そして穏やかな空間の中でお話ができるっていう風になっていきます。でこの穏やかな空間を作り上げるのが開運コミュニケーションのポイントなので、相手が穏やかになってくれると私も穏やかになれるし、でその褒めたことによって相手が喜んでくれると、私もああ褒めてよかったって思えるしね。そうするとお互い穏やかな空間の中でお話ができるから、距離が近くなっていって、突っ込んだところまで質問ができ、そこから人運というのが巡ってくるという、そんな感じなんです。で、このね、開運コミュニケーションというのは本当100人いたら100人やり方が違うんです。あなたには A、 あなたは B、 あなたは C みたいなね、その人その人の癖に合わせて開運コミュニケーションのやり方っていうものとマインドの持ち方っていうものが変わってくるので、このアフターコロナぐらい、違うな、コロナ中ぐらいからかな、新しくオンラインでの開運コミュニケーションのパーソナルレッスンっていうものをスタートしました。でこれはね、本当に1対1でしょ。だから受けてくださる受講生のその人のコミュニケーションの癖、そしていつものやり方、その人がどんな耳を持ってて、どんな頭で、どんな心で、どんな目で相手とコミュニケーションを取っているんだっていうところがよくやっぱ話しやすいんですよね。でそうすると私もお伝えすることが全員に対して変わってきて、結果今大好評なの。みんなすごいいいコメントを返してくださるんだけど、そういうコメントとかはね、私のアメブロの方とか見ていただくと、オンライン開運コミュニケーションのなんか講座募集スタートしましたみたいな記事が載ってるので、そこに過去の受講生の方の感想を載させていただきました。それもね、また見ていただけるといいかなと思うんですが、まあ、そんなのから何が言いたかったんだ、あ、そうそう、そういうのからちょっとコミュニケーションが苦手なんだと、私よくわかんないんだよねっていうのがあったら、まあ気軽にね、吉原までダイレクトメール送っていただくか、ブログ、フェイスブック、インスタ、YouTube、このあたりからいろいろコンタクト取っていただいて申し込みしてくださると、私も1時間みっちりあなたのためだけにコミュニケーションのポイントっていうものをお伝えしてまいります。さあ、お時間になってまいりましたが、今日の内容いかがでしたでしょうか。よかったなと思ったら、まあなんか反応くれるといいなっていうのはあるので、まあ、ダイレクトメールかなんかで今日の内容良かったよっていうのをお知らせください。ではまた来週。